県議会各派の代表者らは、今日午後、県庁で玉城知事と面談し、能登半島地震の被災者を県内で受け入れるため、専用窓口の設置や財源の確保などを求めました。これに対し、玉城知事は、県が実施する被災地支援の取り組みを説明した上で、議会の支援をいただき、県として全力で取り組むと応じました。 被災地支援をめぐっては県警が今月17日から22日までの期間現地で救助活動などにあたる公益緊急援助隊14人の派遣を決めています。